面白いタイトル。いや、面白くないよ。ほんと売り上げガタ落ちてんだから。やばいよ。ちょっと今月。売り上げガタ落ちですよ。俺は一体何を目指してるんだっていうさ。うん、おい、ハチいらっしゃい、ワズツー。うん、やっぱあれだね、雑談やらないと、うちのほら、リスナー層はさ、雑談が好きで見てくれる人ばっかりだから、だからちょっと厳しいものがあるよね。たくみさんはどつ？厳しいよ、ほんと。てか、たくみさんの動き最近やばいんだけど。たくみさんがね、マネージャー業がね、ほんとね、お願いしたいことをもう先手先手でやってるからね。すごい。マジでたくみさんのマネージャー業がすごい。レイさんいらっしゃい、はどつ？正義の味方いらっしゃい。いや、でも楽しいんだよね、ボクシング。ボクシングっていうか、キックボクシング？格闘技面白えわ。もっと若いうちに出会ってたらどっぷりのめり込んでたろうね。やっぱ格闘家の血が流れてるからさ、好きなんだろうね。親父がどっぷりハマってたの分かったわ。本当に奥が深いよ。はい、ワドツー。おお、カズレーザーさんいらっしゃい。楽しんでて。本当に奥が深くて俺びっくりしてるもん、日々。特にドレさんと出会って、ドレさんにお願いしたのはマジ間違いじゃなかった。マジドレさんで正解だったわ。正直全然いいんすよ。うん。髪切ったね。うん、髪切ってきた。格闘技のセンスはないと思うよ。格闘技のセンスはない。楽しいっていう感じ。もうね、なんか、ジャブからパリングから何から、もうすべて理にかなってる動きなのよ。ガードから。で、自分の体の欠点とかが分かってくるのがすごい面白いの。まあ、そりゃそうでしょ。それは面白くないの分かってるよ。うん、そりゃそうだよ。だけど、その、なんつうんだろう、俺は6月10日に全部結果が出ると思ってて、あそこで沸かせることができたら、多分リスナーさんが、お、ワド頑張ったなって、なんかちょっと感動があると思ってんだよ。だから、配信もつけないっていうのも考えてるんだけど、やっぱ配信者だから、そこ難しいところなんだよね、本当に。本当に難しいところなんだよ、配信者としては。だからみんな練習しないんだよ。だけどね、逆張りでありだと思うよ。うん、その分試合にみんなのめり込むっていうか。いちかワード2、サムネ変えた？おーい！ハッチさんから99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 
すげえな。風船999個やば。かっこいいね、これ。ありがとうございます。初999いただきました。初見さんよろしく、ケンシンさん。楽しんでって。変えたんだ。いいんじゃん？しかいいじゃん。あのね、何が大きな発見かっていうと、まずジャブと脱力と、あのストレート、この3つが、パリングもそうなんだけど、あのね、なんていうのかな、言葉じゃないね、ほんと。漫画で読んでて、あのね、バキの板垣さんが書いてたシーンがやっと意味がわかるようになったの。体閉まったかな？さあ、うん、ちょっと待って、遊んであげるから。あのね、すごいんだよ、本当にすごいの。なんていうのかな、あの花山薫対なんだっけ、空手家のオロチ勝美いるじゃん。で、花山のこう振りかぶったパンチに対してこういうシーンがあるの、勝美の。これパリングやってたんだっていうのがやっと分かったのよ。要は普通パリングで推進力がパッて下がってガードできるっていうシーンなんだけど、花山薫のパンチが速くて強すぎて、要はパリングが効かないっていうシーンなの。要はそれぐらいのハードパンチャーだよっていう豪快なシーンなの。ようやく意味わかった。力丸さん風船5個ありがとう。先発はできないんだね。閉まってはないよ。太ってますよ。うん。筋トレのやり方、いやいやいや、もう僕はあの本当に数やってるだけで、もうトレーナーでも何でもないですし、本当遊びで罰ゲームであのダンベルやってるだけですから、僕は本当体鍛えようっていうのは本当みじんもない、うん、体鍛えようとは思ってないの。ただ罰ゲームでやってたら体が鍛えちゃったの、体が勝手に育っちゃったの罰を受けすぎて。
体かっこよくしようなんて思ってないよね、俺。微塵も。昔から知ってる人はね、俺の性格知ってるから。ただ、その罰ゲームとかいたずらとか大好きなの。だから自分をいじめ抜いてるだけなの。釈迦っていうとおり、釈迦おいで。釈迦、みんな見たいって。釈迦、釈迦、おいで。釈迦、おいで。釈迦。ちょっとね、今来ないわ。後で見せてあげるよ、こっち来るからすぐ。風船5個ありがとう、エミちゃん。あのね、あと、そのストレートって俺、空手の癖で前にっていうかね、空手って要は、絶対に安全圏。絶対に安全圏なところあるじゃん。そのボディであったり、胸筋であったりとか。シャカちゃんね。みんなのアイドル、シャカちゃん。ノニジュースの話してねえわ、今。ノニジュースやってねえでしょ、俺。文鳥文鳥、白文鳥ですね。かわいいでしょ。はい、わだつ、ななこさんいらっしゃい。で、何がすごいかっていうと、その、空手って思いっきりもう、要は、重たくて、絶対当たる前提でやってるの。で、いかに耐えるかみたいな勝負なのよ、空手って。要はもう、ボコボコに殴られながら、ボコボコに鍛え合いながら、拳も、防御もするんだけど、防御しながらもう、撃たれる前提で、もうなんつうの、根性論勝負なんだよ、空手って。だから撃たれ強いっていうのはあるんだけど、だけど、だから思いっきり撃つのよ、聖剣を。体重乗せて。要は、効くパンチ。だけど、ボクシングの違うところっていうのは、まず、スピードが圧倒的に違う。もう要は、なんつうんだろう。本当にね、みんなからする、えっていう感じなの。こんな軽いの、倒れないっしょっていう。あのね、なんて言ったらいいかな。ほん、体感的にはね、もう、パン、パン、パンって、こう、払う感じに近いの。それくらい力抜くと、スピードがマジやばいの。スパン、スパン、スパンって。私もインコ飼ってた、鳥も懐きますよね。全然鳥は懐く。あのね、鳥飼ってみるとわかるけど、鳥ってすっごい賢いのよ。あのね、鳥って、あの、欠点もあるんだけど、人間で言うと5歳ぐらいの知能はあるの。実は、5歳児ぐらいの知能がある。ただ、感情の年齢が2歳とかなんですよ。だから怒ったり、笑ったり、喜んだりっていうのが、5秒ごとに起こるっていうか、気分がコロコロ変わる。要は鳥頭ってよく言うじゃん。だけど、その、名前も覚えるし、喋る鳥もいるし、オスだったら。すごいよ、本当に。あと、歩いてる足音とかで、俺の足音とか分かったりとか。すごい。あと、俺が落ち込んでる時とか慰めてくれんの。これ本当だよ。あの、親バカで言ってるわけじゃないんだよ。鳥飼ってる人だったら分かると思う。本当に。で、その、なんていうのかな、スピードもそうなんだけど、俺は、その、体感っていうのがよく分かんなかったんだよ。賢いよ、シャ。シャカ。シャカ。ほら、公園懐くもん。かわいいでしょ。うん。超かわいいスズメぐらいの。おー、ワンワンいらっしゃい。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。はい。もう、あの、最愛の人と出会いました、僕は。で、あの、俺が、その、まずスピード？スピードの速さに驚く。で、その、ドレさんの理論だと、顎に当たったら、要は顎をこうすれば脳震盪は起こると。だから、強いパンチはいらないんだと。とにかく当たらないからと、避けられたら。そうじゃなくて、当てに行く。で、当たったら、スパンっていうのは、もうスピードなんだと。だから、完全に脱力させられるの、ドレさんのトレーニングって。そう代わり、ドレさんヘビー級で、85キロぐらいあるのかな ?180 センチの。すごいんだよ。もう、フェザー級どころの速さじゃないんだよ。よくよく考えると。あのさ、俺タイムシフト見てたんだけど、みんなさ、ドレさんのジャブ一発だと思ってるんだよ。画面上では、その、あのね、フレームの数っていうのがあって、1秒間に何コマ送信できるかっていう理論なんだけど、ドレさんのパンチが3発が1発とかに映ってんの。だから生で見ると超やばいよ。シュッてみんなが、あ、ドレさん早いなと思ってシュッてやってんのに3発入ってんのよ。生で見ると本当にやばい、ドレさんのは。いや、あのね、普通さ、ヘビー級のボクサー、タンタンタンとかでも早いじゃん。タンタン、タン、タンタン、タンタンでも早いでしょ。ドレさん違うの。ジャブの2連打でタタンなの。もう、タンタンなの。タタンって。本当にそうなの。で、俺のパンチも昨日の枠とかで感動してたじゃん。うわ、すげえすげえって。あれも、
あの、2発撃ってんのが1発に見えてる。とか、伸びきってるのに、この辺で止まってるように見えるの。要はフレームが追いついてないの。そう、1秒で多分15コマ送ってるんだよ、これ。1秒で15コマ。で、高画質とかになると、映画とかになると60コマとかなの。で、普通の YouTuber とかが使ってるいい機材で、その何コマぐらいだ、30フレームぐらいだと思うの。1秒間に30画面。それをバーって出すんだけど、すごいよ。うん。本当に感動する。だからね、もう体の、その、あとね、まだまだあるんだよ。いい？この話で。話題変える？なんかもう格闘技オタクみたいになってるけど。そう、残念なの。これテレビでやったら、どれさん、みんなさ、もうガチなの分かったでしょ？写真さ、ツイッターに上げたんだけど、一人だけ、あの、明らかにもうボディとか、なんつうの？体が違うんだよ、もう。あと、金梅さんの顔のデカさ。あの写真見た？ドレさんのガチ勢感、ガチの格闘家感と、金梅さんの異常な顔のデカさ。してください。聞きたい。で、何がすごいかっていうと、俺ね、まず、ジャブとストレートなんだよ。ゆりさん、こんばんは。おい、マチルダいらっしゃい。ジャブとストレートで、俺ね、正直ね、ジャブは結構打ててる。あの、ドレさんに、あ、ジャブはもういいよって言われたのがよく分かったの。もうずーっとタイムシフトとドレさんの動画とマイク・タイソンずっと見てんのよ。それも、ちょっと止まんねえぞ。俺雑談やりたくてやりたくてしょうがなくて、もう雑談ジャンキーじゃん。なのにさ、毎日バカみたいにトレーニングしてるわけですよ。もう喋りたいこといっぱいあるんだよ。今日もトレーニングするんだけど、申し訳ないけど。あのね、どっから話そうかな。まず、そう。フックはこうなの分かるでしょ、みんな。極端にやるよ。そう、フォームとか抜きで、理論ね。こう動くんですよ。要は、ここに竹串が刺さってるとか、鉄棒が刺さってて、こういう動きなの分かる？フックって。ざっくり言うとだよ。そう。で、アッパーも実は横軸回転だっていうのは知ってたの。そう。だけど、俺ストレートは別だと思ってたのよ。ジャブとストレートは。トレーニング配信毎日やってますよ。もしよかったら下に YouTube の URL あるんで、僕のチャンネル全部の録画が残ってますので、あの YouTube 登録してください。そしたら、あ、今日の配信見逃したわっていうのは全部ここに載ってます。過去の動画も全部残ってます。サメ島さんとかロハコさんとかのコラボとか、あの企画、金梅さんとか新野鳥とか全部残ってます、ここに。まあいいや、話し続けるね。テルチャンピンよりあなたの方が強いですけど、ガチでやるんですか？あのね、違うんだよ。俺、一週間ずーっと毎日トレーニングしてるだけなの。絶対負けるって言われてたの、俺。それが悔しくて毎日トレーニングしてるの。で、今になったら、あれ？和道の方が強くなってないっていう。そうだよね、みんな。最初は、テルチャンピン、お前殺されるぞ、和道って言われてたんだよね。テルチャンピン24歳で、サッカー選手で、もうブヨブヨだったのよ、俺。筋トレとかもしたことなくて。ブヨブヨで、お前32歳でニートのやつがなんでテルチャンピン戦うんだ、死ぬぞって言われて悔しくてやってるの。で、そのドレさんとかがその練習とか見てくれてて、で、俺からお願いして、ドレさんってトレーニングつけてもらえませんか？ 1 ヶ月後って言ったら、ワド、お前頑張ってるからもう早く教えてやるって言ってもらって。そうなんだよ。俺もともと、その今強いっていうか真面目に練習してるって言われるようになったけど、今でこそテルちゃんより強いって言われてるけど、全然だったよね。ジャブすら打てなかったんだよね。それを毎日やってるだけなの。若さんはとつ。で、アキさん、あの、結論から言いますけど、僕は本気でやります。はい。相手殺すつもりでやります。あの、それが格闘技だと思ってるし、みんなそれが見たいはずだし、リングの上に立ったら、あの、誓約書ね、今は見せらんないけど、試合終わったら見せるから、契約書。で、何が書いてあるかって言ったら、死んでも責任問いませんって書いてあるから。わかる？要は殺される可能性があるんですよ、僕。練習しなかったら。向こうもそうだよ。で、僕がやらなきゃやられるんです。彼を殺さないと殺されるんです。僕は殺します、彼を。リングの上で。それはファンの方で申し訳ないかもしれないけど、練習してない奴が悪いと思う。殺される体を作ってサインした奴が悪いと思ってる。俺は、はっきり言います。殺しに行きます。それくらい僕は練習してます。逆上がりすぎた手加減しなさいよ。しないです。だって明らかに彼の方が強かったんだもん。しません。大怪我させます。骨折させます。殺します。真剣勝負です。ネタなんてやりません。申し訳ないですけど。それは、だって逆のパターンだったらそれをテルチャンピンに言える？おい、ゆりさん、風船10個ありがとう。逆に俺弱かったんだよ。一週間前ジャブも打てなかったんだよ。相手スポーツ選手で7個下だよ。
24歳のバリバリですよ。怖いですよ。負けますよ。怖いですよ。怪我しますよ。だから悔しいからトレーニングしてるんですもん。そう、プロのレフェリーだから大丈夫。うん、手加減一切しないです。殺しに行きます。はい。レンド太郎さんにもそう言われてます。ネタなんてやるなと。いけど。うん。殺す気でやんないと殺されるぞって。腕はね、こんな感じです、今。釈迦です。腕こんな感じです。どう変わった？うん。腕こんな感じです。これもね、全然、細い細い腕だったよね。1ヶ月前ね。もう、みっちりやってるから。みっちりやってるから。うん。あ、お腹は出てますよ。うん。まだまだいきますよ。残り3ヶ月。初見さん楽しんでってください。和道です。よろしくお願いします。テルチャンピンと今度試合するんで、もし試合まで興味のある人はフォローしてもらえると嬉しいです。ダンベルやってるよ。俺はね、花火一発上がるとダンベル6回やるっていう配信者で、もともとその2ヶ月、1ヶ月ぐらい前か。1ヶ月2ヶ月ぐらい前からダンベルしてこういう腕になったの。で、そのリスナーさん、マチルダさんって今いる女の子が、ワド腕鍛えてんだから格闘技出てみなよって、ベンゾ太郎さんやってるよって言って、それ出ることになったんです。ありがとうね、レイちゃん。全然コメントしていいかんね。むしろして。いいパンチ打ってそうですね。昨日測ったら180キロでした。170キロが2回、180キロが1回出ました。だから、前回は130キロ、150キロ、170キロの3発だったの。要はマックスのパンチが170キロだったんだけど、今マックスのパンチが、180キロで、で、前回マックスだった170キロを普通に出せるようになってる。200はね、正直言うとパンチ力は関係ないっていうのは俺の今の答え。前回は違ったの。でかいパンチが当たったら倒れるんでしょって思ってたんだよ。風船の数すごいでしょ、リオン。いらっしゃい。じゃんじゃん風船ください。なんていうのかな。違うんですよ。スピードなんですよ。腕の重さなんていらないんだよ。極端な話言うと。本当は必要なんだよ。だけど一番重要なのはそこじゃなくて下半身だっていうのが今の答えなの、俺の。走り込みしろの意味が今分かったの、一週間経って。その通り、スピードとスタミナと体幹。要はね、俺マイク・タイソンって足はストーンってだってこうやってやってこういうイメージだったの。みんなこういうイメージでしょ。要は、ウィービングからの、こう来るイメージでしょ。全然違うの。俺、びっくりしたんだけど、ちょっと待って、もう、熱くなってきてごめんね、マイク割れちゃって。ほんと申し訳ない。もう雑談大好きだから、俺。マイク・タイソン、俺もう、ずーっと、ここね、何日やってるかというと、もう配信ができないと。その分トレーニングしたい。だからもう、練習配信ばっかりでしょ。縄跳びと走り込みっすよ、ほんとに。で、何がすごいかっていうと、まず上半身がすごいのは、すごいのは誰でも見てわかるけど、マイク・タイソンのすごさそこじゃないのにやっとわかったの、俺。下半身見てたらわかるんだけど、フックをさ、パン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 、パンパンって打つでしょ？マイク・タイソン。そのためにキュッ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 って全部シフトウェイトしてんの。要は、反復横跳びとはちょっと違うんだけど、体重のこのシフトが、そのジャブのスピードでできてんの。わかる？この、キュッ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 って。わかる？その凄さなんだよ。要はね、走り込みと腕の力、腕の筋力とか上半身の筋力いらなくて、腹筋と広背筋と太ももと、要はかかと浮かした状態でシフトウェイトさえできてれば勝てるんだよ。勝てるっつうかね、パンチが重くなって速くなってくの。すごいね、格闘技大好きだから、それを体感で分かったのがすごい面白くて、俺の中では。これかみたいな。これが体感ってやつか、これがシフトウェイトかとか、言葉で知ってたことってあるじゃん。言葉で、漫画で読んで、言葉で知ってることじゃないんだよ。これかみたいな。それがでんでん太鼓なんだけど、でんでん太鼓って一本だから回るんですよ。この話面白い？大丈夫？俺一人で盛り上がってない？もう超楽しいんだよ、最近。充実してるんだよ。体を動かす喜びみたいなのなかったから、俺の人生で。こうね、でんでん太鼓って一本じゃん。だからこうやって回すと、振り子でフックなんだよ、あれって。そう。だけど、二本の軸だから難しいの。この二本の軸、でんでん太鼓に二本足がついててさ、みんなイメージして、でんでん太鼓に二本足がついてて、
一本、つながるの一本に。で、太鼓があるっていう風になると、回し方難しいでしょ。言ってる意味わかる？一本だから回るんだよ。だけど、人間の体って二本足が出てて、胴体一本につながって、で、太鼓。要は上半身のこの部分が太鼓なんだけど、わかる？釈迦ごめんね。ちょっと釈迦戻してくるね。かわいそうだから。うん。さあ。うん。いいね、さあ。あ、でも右手パッとね、違う違う、それね、しゃかね、あの、こう手首返してもらう、手首返すと分かるから、なんかそれが下手なんだよ、こう。そうそうすると、しゃかって移動するんだよ、こう。で、捕まえちゃうの、パッて。だからできないんだよ。ヒクソンの動きは、スタンスを広げてるからできるのね。あのね、これね、マジで語り合いたい、みんなと。すげえ面白いんだよ。最高なんだよ。本当に。で、ドレさんの凄さっていうのをね、ドレさんの凄さをね、もっと伝えたいんだよね。日本の伝伝太鼓じゃないの。違うんだって。だからね、足が一本あって、回るよ。それはだって縦回転なんだから、この動きで回るじゃん。違うの、難しさは。これが、二本、なんつうんだろう。こういう伝伝太鼓よ。こう足が二本あって、こう足が二本あるじゃん。こう足が。ね。で、胴体がこうあるのよ。わかる？で、この胴体に腕が二本ついてるから、これをこう、どう回すのかなんだよ。そう考える、理論的にすごく難しくなってくるでしょ？それをやってたのが昨日の練習なの、俺の。ドレさんのトレーニング中には気づいてなかったの。要は、ドレさん、俺のやり方なんだけど、これは、ギターでもドラムでも配信でも何でもそうなんだけど、俺は、まず理屈から入るタイプなの。全部理屈から入るの。で、理屈をこねてこねてこねて、さらに体感が得るまでやるの。ここが重要なの。理屈だけでもダメ、理論だけでもダメなの。体感だけでもダメなんだよ。俺はこのやり方なの。理屈で考えて、それを体が合わせていくの。そう、イメージ。でんでん太鼓からこう2本生えてるから、こうだな、こうだなってやっていくじゃん。で、2時間ぐらいかかるんだよ。俺の場合。あれ違うな、こうだよな、とかやってたでしょ？リスナーに叩かれながら腕押せえよとかさ。違うの。あれ全部イメージトレーニングしてんの、こうやって。こう、こうってやって、で、昨日の後半完成じゃないんだけど、これだっていうのが分かったの。要はもうこっからこれを早くやっていけばもう、なんつうの、パーンっていくのよ。で、後半パーンっていく、いったの。その時の気持ちよさ。もうね、要はね、今までは拳をこうやってやってたの。思いっきり力んでこうやってやって重たいと思ってたでしょ。違うの。マックスのスピードで最高の体重が乗るの。わかるかな？簡単に言うと、10秒かかって、15万パワーのパンチが当たったら死ぬじゃん。でも10秒って当たらないじゃん。逃げればいいから、10秒。で、ね、みんなに聞きたいのがどっちが強いか。10秒かかって100万パワーにしようか。10秒かかって100万パワーと 0.1 秒で1万パワー、どっちが強いかって話なのよ。ね。要はその間に1000発打ち込めるのよ。1万パワーを。そしたら1000でしょ。そういう理論なんだよ、ドレさんのは。そんな感じのが、こう、ピタってくんのよ。これか、ドレさんのはっていう。だから、ドレさんと練習してた時は正直わかんなかったの、俺は。もう、要は、理論ではわかってるけど、客観的に運動をしてない体だから、頭の中でのイメージ、要は体がこう動いてるだろうっていうのと、旗から見てるみんなのカメラの目線とにズレがだいぶあるのよ。これどういうことかっていうと、みんなさ、自分の声を録音した時にさ、あれ俺こんな声なのって。要は客観的に聞こえた時に初めて自分とのギャップを感じるじゃん。っていうように頭では分かってんだけど、体こうですよねって言っても、いや違うんだよ、わざこうだよって言われても分かんなかったの。で、マイク・タイソン動画、ドレさんのタイムシフト、自分のタイムシフトずーっと見てんの。夜中の2時まで。ずーっと研究に研究を重ねて、ああ、全然違う。分かった、リスナーさんの言ってること、こういうことだったんだっていうので悔しくて、次の日は、よし、違うと。体を鍛える前に、まず、綺麗に、体を動かせるようになろうと。要は、その、イメージ、マイク・タイソンのイメージと、
自分の体のズレを補正していくので、まだまだダメなの。はっきり言って俺の中ではそのこれだっていうのは 5% なのよ、完成形ので。この 5% を 80% まで試合に持ってきたいの俺は。要は今まではっきり言って 1% もなかったの、手応えが。ドルさんと練習してる時ジャブはあるんだけど、ストレートはあれあれ。マイク・タイソンさんこんばんは、尊敬します。そのね、なんていうのかな、これがたまんないんだよ。そのみんなからしたらヘボパンチなんだよ、その 5% のパンチだから。だけど俺からするとそのなんていうのかな、正しい 5% なんだよ。でこれは例えばね、俺の今までのパンチの打ち方、みんなが言う通り見せかけだけスピード上げたり体重乗せたりすることはできるの、正直できるの。みんなが言う通り3ヶ月後にできます。で強くなります。でも確実に負ける、それは見えてんの。テルチャンピンに負けるんですよ。ただドレさんが今俺に教えてくれることは俺分かってるの。ドレさんは勝たせに行ってる、今やってるんですよ格闘技を。今1週間やってる、やり始めて。そういうことそういうこと、変な癖がつく前に。でドレさんが教えてることって全部テルチャンピンのスピード対策なの。これすごいんだよ。要はね、パワーでやったら勝てるの分かってんの、ドレさん。だからパワー抜け、パワー抜け、スピード、スピードって言ってんの。要は、テルチャンピンの方が反射神経いい、若い、スポーツ選手、動体視力いいと。で、パルパルの時止めに入った、パンチを止めに入ったスピードとかも全部見た上で、要は、スピードとお前テルチャンピン食べになったら絶対勝つじゃんってことなんだよ。それが分かんの。ディフェンス力上げときな。パンチ当たんないよ。蹴りもらってもいいじゃん。蹴り壊しちゃえっていうガードを教えてるでしょ。で、高速のパンチ。あとはほっといてもパンチ力お前の方が上なんだからぶん殴りゃいいじゃんって、極端な話っていうのがわかるの。要は、それ言わないよ。ドレさんはそれを言わないの。俺に言ってないの。だけど、ドレさんがその上で俺にトレーニングを教えてるのがわかるの、俺には。そんな感じなんですよ。すごい。いや、必要っすね、ほんと。いや、今まで、そう、本とかは大好きだし、K1 もずっと見てきたし、もう漫画とかもいっぱい読んできたんだけど、パリングとか言葉は知ってるけど、体感がなかったの。でも今は、そう、びっくりするけど、ノンタンとトレーニングも意味があって、なんでノンタンにパンチ、猫パンチさせて、俺こうやってやってるでしょ、パリング。で、意味ないって言われてるけど、全然違くて。職場でもびっくりされたんだけど、どんなトレーニングやってるんですかって言われたから、本気で顎狙って本気のスピードで来てくださいって言って、ね、いいんすかいいんすかって本気で行きますよって言われて、ファって言ったけど、パンって当たんない。うん。今当たんないの、こう、パって。これだよ。本気の大人のパンチ、これでかわせるって知らないでしょ。だからボクサーって、で、すごいのは、長谷川穂積とか、畠山といろんな人のもう、マイク・タイソンもそうだし、いろんな人を見てるんだけど、面白いの、いろんな戦略があって。でも、必ず、こう、ジャブと見せかけてパリングのフェイントとかもあるのよ。それ、要は、今までよりも楽しくボクシング見えるのが、もう面白くて。や、これね、本当に面白いよ。で、ドレさんから本当に素人でもいいし、格闘技経験者でもいいから、もし、和道と一緒に練習したいっていう人いたら、呼んでいいよって言われたよ。もしこの中で、俺も習いたいっていう人いたら、来ていいよ全然。俺に連絡くれたら一緒に練習しよう。うん。ドレさんが教えてくれるって。井上さんは見てないっすね。ごめんなさい。俺、ちょっと、おっさんなんで。はい、バーガー30個ありがとう。楽しいのよ。下手だよ、弱いよ。だけど、そう、俺の中でオタク心なの、わかる？これ強くなりたいとかじゃないのよ。俺が興奮してるところで、みんなはさ、こう見てると和道強くなってるのが喜びなんだって思ってるだろ。違うんだよ。俺はバキの動きがわかるっていうのが面白いの。要はバキってこうやってやるんだよ、わかる？アニメ版のバキ見てると、こうやって決めポーズの時、一回、シャキーンって言った後、こうやってやるの、わかる？バキって。腕一回上げてからこう構えんの。これ、ドレさんが教えてくれた正しい正拳のフォームのこっちバージョンなのよ、バキって。要は、ドレさんの言ってること当たってるんだよ。要は、あれ基本なのよ。よし、スタートからねっていうのとか、そう、板垣が表現したいことが全部わかるの、今。それが面白いのよ。あと、なんか、ここで止められて、ジャブをここで止められて、なんか、その後、パンってやる動きとか、いろんなものが見えるの。板垣の凄さみたいな。
そう、要はね、強くなって喜んでるんじゃなくて、格闘漫画を読むのが面白くなってるっていうオタク心なの、これ。変でしょ。みんなとね、多分ね、みんな勘違いしてる。強くなってるから嬉しいんじゃないの。格闘技を強くなりたいじゃないの。俺は馬鹿とか戦闘ものを見るのが面白くなってるだけなの。風船ありがとう。そう。そういうのが面白い。だから、花山薫の、こういう捨て頃のパンチに対して、オロチカツミがパンってやった後にブジャっていくシーンとか、いや、パリングが効かねえっていう喜び、痛さとか、そういうのがもう、すげえ、あ、これだったんだみたいな。これはカツミ驚くわみたいな。でもさ、素人からするとさ、花山薫のパンチとかこれで止まるわけないじゃんっていう前提じゃん。違うんだよ。あれ、玄人向けなんですよ。そう。体はね、ちょっとね、今日やばい。要はね、これもすごいこといい？俺ね、一週間自主トレやってたじゃないですか。その時に、要は筋肉痛になる部分と、ドレさんのトレーニングの後の筋肉痛の場所が全部違うの。全部違うんだよ。全部違う。これね、びっくりするよ。ドレさんに昨日言われたの。ワード、筋肉痛どこって。もうニヤニヤしてんのよ、ドレさんは。わかってるから。動画見てくれてるから、ドレさんがワード筋肉痛どこって言ったら、二の腕。まず二の腕っす。広背筋です。母子球って言って、足のかかとのこの部分、肉球の部分です。で、最後、一番痛いの内股ですって言ったの。そしたらドレさんがニヤって笑って、ヒットマッスルだよって言ったの。ワード君、ヒットマッスルだよ。要はこれがヒッティングマッスルかって。要は、みんな知ってるじゃん。ハンマー裕次郎がなぜ最強なのかって言ったら、鬼の顔じゃん。ヒットマッスルじゃん。要は、正しいパンチで打ててるから、背中が、なんつうの、発達する。内側の回転軸がかかってるから、で、全部、わかるわかる。もう、今まではこっち側なんだよ。こっち側とか。違うの、腹筋とかなんだよ。だから、どこを鍛えないといけないのかって言うとさ、みんなさ、パンチ力打ちたいって言ったら、まず腕でしょ？腕鍛えちゃうでしょ？違う。腹筋なんだよ。腹筋、広背筋、ここ、あと、もう完全に土台、足腰。要は、これ何を思い出す？初めの一歩ですよ。初めの一歩ですよ。幕の内一歩がなぜ強いのか。これですよ。これが分かったんだよ。鴨川会長。これ、意味が分かんないでしょ、みんな。下半身強いんだな、ふーんじゃん。ボクサーはそうなんだよ、つって。こっちなんだよ。要は、船の上で鍛えたあのバランス感覚、体幹。重たい荷物持ってる足腰。それだから、幕の内一歩ハードパンチャーなのがよく分かんの。あのね、面白いっすよ。本当に。本当に面白い。強くなる喜びじゃない。正直言う。強くなる喜びは、ない。あんまり。っていうよりも、戦ってないから分かんないの。強くなってるかどうか。正直言うと。誰とも戦ってないで、ずっと素振りしてるだけじゃん。だから、体いじめてるだけなんですよ。だけど、なんつうんだろう。いろんなね、漫画が面白くなるっていうね、オタク心。はい、また次、ニャミリさんいらっしゃい。風船30個ありそう。いや、面白いよ。だってさ、ここにある膨大な、もう全部ノンタンチに運んじゃったけど、ね、ここにある漫画のさ、意味が分かってくんだよ、この辺の。いや、超面白いよ。こんなのやらなきゃ嘘だよ。早くやりたかったな、格闘技。ね、20代とか10代でこんなのハマったらさ、ねえ、早くドレさんと出会ってたら楽しかったぜ。青春だよ、こんなの。ねえ、ワド強くなろうぜっつって、はいっつって。理解できた喜びっていうか、違うんだよ。頭でっかちで分かってたことが違うの。体で分かってるの。要はね、体で分かってる喜びって、飲んだ来て、ちょっと。体で、要はね、飲んだ来て来て。飲んだちょっと来て。体でわかる喜びっていうのはどういうことなのかって言ってさ、のんたんここ座って。ここ。ちょっとのんたん今画面の裏にいるんだけど、いくよ。よいしょ。伝わるかな？いくよ。のんたん顎めがけてやって。ゆっくり。
もっと早くていいよ。本気で狙っていいよ。あごあご。これ意味わかる？これ伝わんないと思うんだよ。伝わんないけど、これどんなにハードパンチャーでも基本的構えて臨戦態勢さえ取ってれば弾けるんだよ。こんなのさ、こんな喜びないじゃん。わかる？バキの世界じゃん、本当に。ありがとう、のんた。これが面白いんだよ。面白いの、すごく。これをね、みんなにね、みんなに味わってもらいたいんだけどね。みんなオタクだからね。まあまあまあ、真剣にやってますよ。真剣ほど面白いものある。スカーフェイスどころじゃないですよ。みんなね、スカーフェイスの方ばっかり言うんだよ、すよ。これ、知ってかぶってんの、おい、バキには花山薫の外伝があるんだよ、とか言うんだけど、俺はね、こっちよりもこっちの方が面白いっつってんだけど、これ知らない人多いんだよ。傷面の方が面白いから。そう、傷面。バキ外伝って実は花山薫二つ出てんの知らないでしょ。こっちは花山薫主人公でバトルモノなの。で、こっちは学園コメディなんだよ。傷面の方。知ってた？みんな、傷面。そう、だからね、俺にね、漫画のことで知ったかぶっても無理ですよ。うん。漫画の知識ははっきり言ってプロだから。オタク界隈で俺雑談で上がってきたから。最初はそれも弾けなかった。弾けなかったっていうか、この、パリングってもっとこうやってやるもんだと思ってたの。多分ね、素人でパリングやっちゃうと、俺もこうやってやってたんだけど、わざ違うよって言われて、ドルさんに。こうだよ。こう。お前さ、こうやってやったらここもらうじゃんって。こうだよって。でさ、冷静に大人で考えて、本気でパンチ打ってきて、これで弾けるわけないじゃんって思わない？思うぞ。で、俺ドルさんに、いいよ、来いよって、もう教えてやるよって言われて、本気でいいんすかって。本気でスピード行きますよ。いいよって。来いっつったら、うわってやったの。ほな、ポンって。なって。ポンって。びっくりするよ。ドルさん確かにでかいですよ。強いのわかるよ。だけどさ、思いっきりのスピードで思いっきり振りかぶって、これでいなされるんだよ。意味わかんないでしょ。俺本当に手品みたいな感じだったもん。本当に。さすがに当たると思ってたの。怪我すると思ってたの。でもいいやってもうやっちゃおうと思って本気で振りかぶって、うっって言ったのよ。そう、ほら、つって。当たんねえよ、つって。ほら、ほら、って。これだよ、これ。かっこいい。で、回し蹴りに対して、フックに対してどうやってやるかっていうと、空手だとこういう受けなのよ。空手ってこうでしょ？いや、オーバーアクションなんだよ。空手って。こうでしょ？空手って。違うの。ボクシングすごい理にかなって、こう構えるじゃん。で、パリングじゃん。要は、至近距離でこの距離、もうこの1センチの距離でこう弾くのよ。最速のガードね。要は、相手のパンチをここで相殺するとか、こう、スウェーバックとかいろいろあるんだけど、今教えてもらってるのはもう、要は緊急回避のパリングね。要は、これでいけるから。あと、パリングができるってどういうことかっていうと、この距離で、要は見えてるわけですよ。だから、ワド、これどういうことか教えてやるよって言われて、こう来た時にこう出してみって言ったら、クロスカウンターになるの。要は、こうパンチが飛んできて上から被せるわけじゃん。だから相手のパンチをパリングと同じ理論で下がっちゃうのよ。だから入るの。相手は思いっきり前傾姿勢で振りかぶってこっち側に来てんのに、後から出した方が下がって思いっきり当たるから倍っていう理論とかも教えてもらったり、クリスクロスとかもやってたよ。ワド、さらにこれをこうやってこうやってやるとこうなるんだよとか言って。だからワドは無理って言って。だからクロスカウンターはもう教えないって言ってた。うん。で、もう伝えたいことがいっぱいあるんだよ。これをね、だから、うわーすげーすげーって言ってたでしょ？ドルさんと練習して。すげーすげーって言ってたけど、俺は喋りたい喋りたいなのよ。雑談好きだから。これをみんなに教えたい喋りたいもっと話したいなんだけど、練習中だからそれができなくてすげーすげーだったの。俺は今すげーが溜まってるんだよ、心の中に。みんなに話したい格闘技の知識がどんどん溜まっていって、すげーすげー、早く、早く雑談させて、早く雑談させてっていう感じなの。理にかなってるどころじゃないって、本当に。本当に。すごいよ。本当に、格闘技経験20年。50歳だよ。すごい。すごい。
うわあすごいよ。ぴょんぴょんするよ。ほんと子供みたいにはしゃいでたのはそういうことなの。世の中にこんな魔法みたいなことがあるんだって。でそれができる前提でみんな世界ね、狙ってるんだよ。それがみんな全員できて世界一を決めてるんだよ。この感動よ、この感動。風船236個ありがとうございます。何これ、230、あ300揃えてくれたんだ、ありがとう。最高だよ本当に。何今は、何花火よりも風船の数をボーンってやるのが流行ってんの、今流行りなの、俺がこの1週間格闘技バカになってる間に。いやーもうほんときついよ。格闘技好きだからいいけどさ、本当に売り上げさ、1日1万円毎日あったのにさ、俺今どうなってるかっつったら1日2000円とかだよ。格闘技のさ練習の配信さ、つまんねえじゃん、喋り聞きたいわけじゃん。もう今日もトレーニングしたいのと雑談したいので、もうどれだけ悩んでるか。もう喋りたいし稼ぎたいのにさ、トレーニング強くなんないといけないっていう、この矛盾よ俺の中にあるのは。稼がないといけないのにさ、売り上げガタ落ちだよ。もうほんと厳しい。だからはっきり言う、あの便所太郎さん、ヒカルくんとかが練習しないのは雑談を優先してんだよ、配信を優先してんので、配信者としてはそれが正解なんだよ。花火ありがとうございます。花火3個ありがとう、ありがとうございます。花火3個ハッチさんから行きました。クール、お、すげえクールって出るんだ。いや本当に本当にそうなんだよ。俺配信者として億万長者にもなりたいけど、そのためにはやっぱ捨て頃で見せないといけないんだよ。おー、ワードいい試合やったなって言ったらさ、絶対フォローしてくれるから、みんな頑張って努力してるやつ、実は配信ね、リスナーさん大好きなの知ってっから。よし、じゃあ行きますか、鍛えましょうみんなで。よし、ハチさんから花火3発いただきました。18回行きます、行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、あ、多めにやっちゃった。ハッチありがとう。いやー楽しいぜ、楽しいよ。あ、でもね、テルチャンピンもあれだね、トレーナーさんボクサープロのボクサーつけてるでしょ、現役の。やばいよね。要はさ、プロがついてるってことは、要は和道が何やってるのか全部対策打てるんだよ、わかる？言ってる意味で。俺ね、ちょっとまずいなと思ってんの、あいつ実践のみでやってるでしょ、トレーナーさん。いや、スパースパースパーでやってるでしょ、技術教えてないじゃん、あれ正解だよ。要はね、打たれる、打たれ慣れしてんの、殴り慣れと打たれ慣れだから、ちょっとねやばいなと思ってる。なんでかっていうと、俺まだ誰からもパンチもらってないんだよ、誰からも蹴り受けてないんだよ。で俺誰も殴ってないんだよ、みんな気づいた？物すら殴ってないの、サンドバッグすらも。ちょっとまずい。要はね、理論は分かってても試合場に立った時に結局気持ちでぶん殴られて痛いって終わる可能性があるわけよ。そう、要はあいつは実践実践だっていうトレーナーの考え方なのよ、向こうは。もう下手でもいいと、いやもう喧嘩の場数だみたいな理論でしょ、それ正しいんだよ。だからちょっと不安は残ってる、誰かと殴り合っておかないとまずいんじゃないかっていう。お前さ、ドレさんの蹴り見ただろ、手加減してるとはいえさ、あのさ、ウェイト考えてよ、身長180センチ以上あって体重85キロあんだよ、しかも全部筋肉だよ、脂肪じゃないんだよ。その人の遊びの蹴りでも速いんだよ、痛いっすよ。ちょっと不安なんだよ、うん、ゆいがいがいな、あー、ゆいがいがい。
あ、でも弁当太郎さん超喜んでたよ。ユイガのおかげで、あの、テレビ局誘えるって超喜んでたよ。ユイガさんが降りたおかげで、スポンサーの問い合わせがめちゃめちゃ増えたっつって、もう超爆笑してたよ。金梅さん、弁当太郎、ポンスケ、誰だ？ドレさん、ヒカルくん、俺か。で、リスナーさん二人で飲んでたの、8人で。でもみんなでね、もうね、ユイガバカにし合いだよ。みんなユイガで爆笑。あいつバカだよなーっつって。結局金に目がくらんだから主催側に回りたかったんだよなとか言ってみんなで爆笑してみんなでバカにして、そうユイがいなくなったおかげでもうやべえよってスポンサーめっちゃ増えたよっつって便所太郎さんももうウハウハだったからね。そう、もう面白かったよこれ。配信回さないのもう配信外の方が面白かったもん。あいつバカだよなーって。自分で持ち出した企画で紙企画なのに全部持ってかれてるし、ただ宣伝しただけじゃんとか言って。なんであいつつって。欲しがりじゃないねつって。みんな美味しいところ全部もらったねつって、俺らつって。もうだってあのね、便所太郎さんの言ってたんだけど、これ本当なんだけど、あの、テレビ局も呼ぶんだけど、もちろん。あの、なんだっけ。あのね、要はなんでユイガさんが出ると NG だったか、初回のイベントだからいいやと思ってたらしいんだけど、弁当太郎さんはね。でもユイガさんがいなくなったことによって、あのね、ピンク系の犯罪と殺人未遂と、実際の殺人はテレビ絶対 NG なの。この3つは絶対ダメなんだって。ピンク系の犯罪の前科、殺人未遂の前科、殺人とかの前科、これはもう絶対アウトなんだって、テレビは。どんな人でもアウトなんだって。ただ、軽犯罪、覚醒剤、詐欺とかはギリギリセーフなんだって。覚醒剤とか。だからタレントとかでも使ってるの見るじゃん。だから、前科結構いるけど、ね、あの、ギリギリピンク系の犯罪と誰も人殺してないからいけるって言ってた。そう。いや、だから理想的な流れでユイガさんはいなくなったんだよね。もう本当に理想的な流れでいなくなったからね。誰かこれ絵描いたんじゃねえかっていう綺麗さ。みんながハッピーみたいな。ユイガさんは何をしたの？いや、おめえよ。俺が何したと、お前、俺が考えた企画じゃねえかよ。なあ、便所はどうこう言ってるかもしれねえけどよ。俺がもともと俺の企画なのって言ってんじゃないの？今頃、犬目で。知らない、何もしてないんじゃないの。何もしてないから逆にすごいっていうね。まあそんな感じかな。じゃああと12分で練習行きます。あと12分後練習行きましょう。また練習だよ。毎日毎日練習だよ。運営側で試合には出ないで儲けたかったんでしょう。違うよ。いや、要は、本当は、要は台本的な感じで、要は手加減してくれると思ってたんだよ、絶対。要は、格好つけたかったんだよ、リスナーに。俺、便所と殴り合ったから、みたいな。で、あわよくば勝ったって言いたかったの。俺すげえだろって。俺すげえだろってやりたかったの。だけど、便所太郎さんが、おう、やろうよ、リング用意するよ、興行にしてやるよって。190万かけてやるよって。全部俺が出すよって。観客にもね、もう原価ギリギリでやるよって言って、でかくなりすぎたんだよ、話が。パッ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 パフェ塾ありがとうございます。サボちゃんいらっしゃい。わかる？で、ブルッタの便所さんが本気だから。みんな本気だから。わかる？骸骨がカタ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 言っちゃったんだよ。カタ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 。そうだよ。カタ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 言ったんだよ。公開処刑にブルッタの。だって、便所太郎さん言ってたもん。そう、なんつうの？プロモーターのリスナーさんと、便所さんと、ユイガさんの3人で話した時に、チケットがまだで、こうで、こうで、こうだけど、こういう風になるけど、やろうねって何時間も居酒屋で3人で話して、おう、やろうっつったんだってよ。要は、後から管巻いてんのよ。
もう全員で話してんの、3人で、仕掛けの3人でって。要はあれだよ、よいしょしてもらいたかったんだって。なんか香川万博の時もすごかったらしいよ。うん、なんか俺、なんか香川万博って香川さんのイベントだから香川さんの配信でやるのが普通じゃん。でも俺は配信、俺の配信つけらんねんな、俺配信者だから出ないとか管巻いたんだって。うん、だから言ってた、あの便所さん、香川すげえって。よくあのパイセンを操ったなって。よく手のひらで転がしたよって。うん、それはすごいわって。香川の凄さ分かったわって言ってたよ、便所さんが。絶賛してた。そういうことでしょ、結局。要は俺が俺がなんだよ。うん、俺が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 なんだよ。そう。それと、要は便所、要は便所太郎さんの金の周りがおかしいっていうのはもう完全に難癖なの。難癖しかないんだよ。うん。もうほっといていいよ。あれダメだよ。要は仕切りたがりなんだよ。うん。要は俺の考えたイベントなのにさーって。じゃあやってみろって話じゃん。便所さんみたいに。こんだけメンツ集まんのって、こんだけ、ね、あれだよ、なんか、その辺のと違うよ。なんか、がっちりさ、プロモーターとかさ、スタッフとか、プロの人とか呼んでるわけじゃん。すごいと思うよ、俺。サブちゃんいらっしゃい、わだつい。俺は正直、便所さんじゃないと、この企画はできなかったと思ってる。で、あ、そうそう、はい、和道リスナーで試合来る人手を挙げてください。試合来る人、ちょっと手を挙げて、告知があります。大事な告知があるんで。来る人手挙げて、来ない人手下げ。来る人手挙げ。来る人。たくみさん来る。はい、ワード2、カエルちゃんいらっしゃい。来る人手挙げて。一人しかいないの？全然来ないの、みんな。来ない人手下げ。来ない人手下げ。マチルダ来る。うん。あのね、はっきり言っておく。はっきり言っておく。絶対来た方がいい。絶対来た方がいい。後悔したくなかったら。あのね、俺ね、みんなで話したけど、内容は一切言わないけど、死の子の言わず来たら勝ちだから。もうすごいことになってる。すごいことになるから。もうね、多分ね、みんなが想定してる2段階ぐらい上の出来事いっぱい起こるよ。うん。マジかっていう。来てよかったわって絶対なる。あのね、5000円とかね、地方だからとか、何々だから、誰々嫌いだからとか、全部度外視して来てみ。間違いないから。絶対来た方がいい。俺ね、もう確信に変わった。このイベントやばい。やばいよ、とにかく。で、SS 取るんだ。あのね、もし、便所さんに言われたんだけど、仲間内で見たいとかあるじゃん。例えば、和道リスナーが固めてみたいとかあるじゃん。席を横にしてほしいとか、知り合いのリスナー同士とか。言ってくれたら、俺に言ってくれたら、例えば、たくみさんとレクチ隣の席とかできるから。で、ノンタンはこの席とか。だけど、みんながバラバラに予約するとバラバラの席になるって。だから、もし、一緒に来たい人いたら言って。だから聞いたの、俺。うん。発売はね、いつからだっけな。23が記者会見なんですよ。23日が記者会見で、20日くらいかな。3月の20日にはもう販売開始だから、もう、メモ取らないといけないの。うん。まとめて席取ったりするんだったら。いや、ノンタンの近くで見たいとかあるじゃん。絶対来た方がいいよ。もう、これは来た人にはわかるから。で、タイムシフト見たらわかる。はっきり言うよ。ニコ生とかツイキャスの画質なんて、見ても面白くないから。うん。殴り合いの凄さ伝わんないし、これすぐ埋まる。それくらいやばいよ。いろんなことが起こるから。会場新木場です。東京の新木場っていうところ。ニコ生みたいに炎上放送やんだ。邪魔。うん。すごいことになるから。すごい面白いことになるから、ぜひ来てください、迷ってる人は。これね、はっきり言う、パーセンテージバックありません、僕に。要は、和道リスナーで予約しても1円も入らないの、俺に。だから、別に来る来ないとかメリットじゃなくて、このイベントは絶対来た方がいいと思う。出演者だから言ってるわけじゃないのよ。絶対面白いこといっぱい起こるよ。すごい仕掛けが待ってるから。絶対生で見た方が面白いよ。ぜひぜひ、来る人は連絡ください。うん。勢揃いしたら感動するだろうな。俺ね、それ思った。昨日、プロっていうか、まあ、一眼レフでカメラマンさんに写真撮ってもらったけど、金梅さんとかヒカルくんとかポンスケとか、便所太郎とかでしょ？で、さらに、もう石川のりゆく TJ とか、ブワーって集まるわけじゃん。
すっごい迫力だと思うよ。うん、すごい面白いと思うよ。うん、すごいいい絵面だと思う。うん、来るわけないな。300人埋まると思うよ。うん、それはまあ俺の口から言えない俺の口からは言えない。便所さんが漏らすのを待ってるだけだよ。ただ後で行きたかったはもう無理だからね。来た方がいいよ本当に。あ、でもしよかったら一人だけなんだけど、もし物販やってくれる人がいたら、物販スタッフ一人だけ募集してますわ、同リスナーで。要は俺の T シャツとかグッズとか会場で販売する。その代わり会場の試合は見れません。はい、試合会場で試合は見れないんですけど、ただでスタッフとして活動してくれる方、ちょっと給料出せないんですけど募集してるんで、もしよかったらよろしくお願いします。誰か DM ください。 DM か LINE。 いやーすごいね。うん、俺客でも絶対行くもん。ニコニコ超会議なんか目じゃねえよ本当に。顔の大きさの差もすごいけど、昨日の揃った絵はかっこよかった。いやー絵になるよね。うん、金梅さん顔でかい二頭身ぐらいだったからね。うん、アルタ前どこだ、金梅さんどこだっつった顔が歩いてきたからね。うん、またつーかめよさん、うん、髪切ったよ。うん、髪切った。うん、あの写真豪華だよね。うん、ポンスケで決まり？終わった？え？何言ってんのビッグさん。なんか話ずれてますよ。うん、何ポンスケで決まったって。ちょっと意味がわかんないんだけど。うん、なんか一人でテンションおかしいっすよ。うん、いやー面白いよ。行ける人が羨ましい。絶対来た方がいいよこれ。便所さんのツイキャスで放送したのか知らなかった。え、何が？便所さんのツイキャスで放送した？何を？うん、はい、ワードツーブースカいらっしゃい。じゃあこの後練習配信します。え、花火ってこれマックス何個送れるようになったの？あ、全然いいんだけど、なんかポンスケで決まりだろうの意味が分かんなくて、わらわらのどういうこと？俺ポンスケさんの話全然してないからなんかわけわかんないこと急に言われた感じがして、会話になってないよっていうどういうことビッグさん、全然普通に話楽しもうよ一緒に。うん、この後練習します。花火って何？一気に何発送れるようになったのこれ？999個いけんの？アイラやばくない？そしたらアイラまた稼いじゃうの？のんたん練習一緒。体重はね、実はね、これまた面白いんだけど、あ、花火は10発なんだ。今川さんいらっしゃい、ワドツ。あのね、面白いんだけど、体絞ります。体重増やしても意味ないことがよく分かった。うん。要は、理論が入ったから、要は走り込みとかの重要性分かった。あのね、体重増やしても意味ない。今回の試合。そうじゃない。瞬発力と、スタミナの2つだわ。継続。便所太郎の相手なのは分かるけど、俺別にポンスケが勝つとか便所太郎が勝つとかなんか全然話してないよ。だから体重多分減ると思います。書きましたよ、おちゃんマニアさん。書いた。内容見せらんないんだけどね。なんかあれだよ、試合終わったら見せるよ。うん、まあ簡単に言ったらさ、あれだよ、死んでも文句言うなよってこと。うん、死んでも文句言うなよっていう。じゃあ皆さんお疲れ様でした。この後練習配信いきます。ありがとうございます。もしよかったらフォローしていってください。頑張ります。みんなありがとう、応援してくれて。お疲れ。
ーもったいねー、延長金の忘れた。うわ50円損したわ。うわやっちゃったよ、やっちゃったよ、マジかよ。うわーもう雑談配信全然できてねえわ。自動延長ボタン押しっぱだったよ。50円損したわ、マジかよ。なんかねもったいないんだよね。もう配信業やってたらさ、50円のありがたみ知ってるから俺。いやーもうなんか悔しいわ。もう30分喋ろう、30分喋ります。いやーど、いやー練習し、迷う。うわー恥ずかしいな。うわーなんかね、50円で決議すんなよっていう気持ちあるけど、みんなが必死に働いてみんなが応援してくれてる金だから無駄にしたくないんだよ。うん、もうちょい喋るか、喋30分、9時から練習いけるな。30分雑談します、喋ろうか。うん、今日の練習はもう一回フォームチェックをやって、要は体の軸をコントロールしたら、今度自分なりに考えた、そのストレートが打てるメニューっていうのを職場で考えたの。それをひたすらやって30分ぐらい、そのトレーニングをします。自分なりに考えた俺の体の欠点を直すトレーニング。で、後半はストレート、ジャブ、ストレート、ジャブ、ストレート、ジャブを早く打つ練習。要は、ドレさんがやってた脱力して打てっていうのをやってみる。うん。ワドさん、LINE？ LINE どこだ、俺の。LINE 来てる。はいはい。パソコンで見れるのか。うん。うん。本気で走れてスタミナ、いやだけどね、ビッグさん分かるんだよ、分かってたんだけど、そのなんつうの、体感、俺は納得しない限り、要はどの人が本物の意見か分かんないんですよ、インターネットの意見って。で本物の意見があるのも、あのもちろん分かってる、その全員が嘘つきだとは思わないけど、でもなんつうの、どれを選択するのかっていうのは俺の生き方なんだけど、リスナーさんのアドバイスを聞きつつ自分の体感、要は俺がこうした方がいいっていうものをやるって決めてるんですよ。リスナーの意見を聞かないんじゃなくて参考にする。でそのいろんな優秀な人がいる。で俺はドレさんって決めたの、この人から教わろうって決めたの。そしたらその人から盗むって決めてんのよ。だからなんつうんだろう、自分でこれが必要だっていう風な気づきがある限り、気づきがないと動けないんですよ僕は。だから今日の結論は下半身だっていう、上半身鍛えじゃなくて腹筋、体幹、スタミナ、スタミナとか下半身、これがパンチ力生むんだっていうのが結論今の。ただ俺の場合は腑に落ちる、自分でこうだって分かったら走るタイプだから大丈夫っす。キュー太郎ワド2いつもありがとう。うん、また来てねマチルダ、ありがとう。うん、いや余計なこと言っていいのよ。余計なことを言うのがリスナーさんの仕事だから。いや思ったことはぶつけていい。ただやるのは俺なんだよ。殴られるのも俺なんだよ。殴るのも俺なんだよ。だから俺は自分のやることに配信者としても責任があるわけよ。そうでしょ？だってリスナーさんのラジコンになってて、結局リスナーの言った通りにやったらこうなったっつっても負けるの俺じゃん。怪我するの俺じゃん。だからどうせ怪我するんだったら納得して怪我する。どうせ殺されるんだったら納得して殺されたいの俺は。俺本当に試合、殺し合いだと思ってるから今回のは。俺はテルチャンピオンマジで殺すかんね。これ言っとくよ。テルチャンピオンにも何回も言ってるから。俺コメントでも。向こうの放送でテルチャンピオン大好きだよ俺。ただ言っとくけど、お前鍛えてなかったら殺すかんねって。俺お前に殺される可能性もあんだからって。喧嘩だからこれはって。俺殺すからって言ってるから。うん。その代わりお前も殺す気で来てほしいし、体作ってくれよって。それは信頼関係なの。だってみんなは殺し合いが見たいんでしょ。生半可なのできないんだよ。だからお互い、俺も本気で殺すからお前も本気で殺しに来いと。で、殺されない体をお互いに作って初めてリング上がる資格があると思ってんのよ。うん。
ぶっ殺し合いですよ、ぶっ殺し合い。はい、ワード2、ニックいらっしゃい、バーガープレゼントありがとう。でしょ？そう思わない？だってさ、こんな試合見たい。えぇー、痛い、鼻血出た、見たい？こんなの。こんなの見たくなくない？おい、キット様いらっしゃい。でしょ？もう思いっきりさ、素人なのにさ、うわ、もうこれやべえわ、みたいな。俺らこんなん見たかったんだよって。スポーツでもない、なんでもないと。配信者がガチでぶん殴り合ってるよ、リングでって。もうほんと殺す気じゃんっていうの見たくないっすか？見たいっしょ、みんな。俺見たいよ。俺が見たいけど、俺はリスナーじゃないんだもん。じゃあ見せるしかないじゃん。うん。だったら殺すよ。合法的に殺せんだから。合法的に殺せんだから。殺し合おうよ。俺のこと殺せよ。うん。殺せよ。俺配信で死ねるなら本望だよ。テレチャンピン。殺せ殺せ、リングの上で。殺しに来い。返り討ちにしてやっから。ねえ、そうだよね、佐藤さんね。うん。そう、自分が納得して、とことんやりたいタイプなんですよ。だから、本気の人、コメントって気持ちが入ってないから。気持ちじゃないんだよ。感情で書いてるから。本当に気持ちがあったら、ワード練習しようぜって問い合わせいっぱい来てるよ。LINE も DM もいっぱい来てるよ。会場行くからとか、俺でよかったら殴ってくれって二人もいたよ。ワドと俺格闘技あれだけど、俺のことボコボコにしていいよってリスナーさんいるんだよ。俺断ったけど。いや、殴れないよって。そんなのできないからっつって。いいんだよって。殴る癖つけとかないとって。俺のこと殴ってくれよって。2時間でも3時間でもって我慢するよって。練習一緒にやるよって言ってくれてるよ、みんな。うん。わかんない、それはカズさん。それはわかんない。それはわかんない。うん。でも、それくらいの気持ちじゃないと、モチベーションが出ないっすよ、やっぱり。うん。たくみさんじゃねえよ。たくみさん、たくみさん殴りに行く、今から。たくみさんは殴れねえな、ちょっとね。うん。あ、あとですね、リスナーさんからですね、ご支援がありました。ありがとうございます。リスナーさんからご支援があって、プロテインとか、グローブとか、要は機材？その、フェイスガードとか、すごい、めちゃめちゃお金かかんのよ、トレーニングとか。金かけないでやってたんだけど、ワド本気でやってくれるんなら支援するって言ってもらって、支援ありがたく頂戴しました。で、とりあえず、その衣装とかもそれで買ってねっていう感じで、支援してもらったんですけど、とりあえず練習道具、グローブとフェイスガードと、あと金的のカップ、そういうものを買わせていただきました。あとプロテインとか買うと思います。本当支援してくれたリスナーさんありがとうございます。プロテインに頼らない方がいい。なんかね、俺もね、カズさんの、俺もね、筋力だと思ってたんだけど、違うかもしれないね。筋力つけた方がいいけど、そっちよりも重要なのは、なんつう、反射神経とか、なんつうの、動けるようにしとかないとね。ドレさんも昨日言ってたよ。筋肉を俺落とすかもしれないって。要は筋肉邪魔だって言ってたね。うん。体を動かす、感じ、シフトするために、3ヶ月後多分筋肉を落とすって言ってた。もうそのくらいになるとかっこいいよね。落とせるんだもんね。でも、便所太郎さんも言ってたよ。減量、何キロって言ってたっけ？十何キロ落とすんだって、1ヶ月間で。で、シャワー浴びると、もう体重が増えちゃうんだって。だから辛いっすよねって、ドレさんと便所さんだけなんかプロの話してたよ。プロテインで肉つけて筋肉にするって方法もあるんですか？プロテイン、基本的には、まず筋肉、それ、シャモっていう漫画に書いてあるんだけど、筋肉をつけたとしても、機械的につけることになるのよ。マシントレーニングとかって。だけど、みんな、こうやって鍛えたとしても、こういう動き、ないじゃん。こういう動きってスポーツでないじゃん。だから、でかくした筋肉の周りの筋肉とかをさらにこう、動きの中で柔らかくつけていくんだよ。だから、でかくするっていう作業なの。筋トレって言われてるものは、見せたりとかパワーを上げるって感じかな。で、それをしなやかにしたり動けるようにするには、周りの細い筋肉を補充して、俊敏さとかをつけていくんだって。俺はちなみにわかんないです、そういうのは。組みたいいらっしゃい。そう、プロテインっていうのはタンパク質が豊富なんですよ。で、タンパク質っていうのが筋肉を作る。ちなみに俺に質問してもわかんないからね。逆に、ドレさんに聞いた方がいいよ、みんな。体作りたいなら。ドレさんとか、ジャブの打ち方教えてくださいとか言ったら全然教えてくれるから、ドレさん。うん。そう。
上等なバカ、よくわかんないけど、ビッグさん絡みづらいなこの人、そう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 。だから俺はあの体重増やして100キロにするって言ってたんだけど、ちょっとやめる、あのね、体が動かないね、体を柔らかくしたり瞬発力つけたり筋力、動ける筋力つけたりスタミナつける方が先だっていう感じがしてる今は、あ、初コメありがとうございます。メルさん楽しんでってください。嬉しいです、初コメよろしくお願いします。面白かったらフォローしてってください。イチローはそうだよね、筋肉つけられるけどわざとつけないっていう。しかもね、イチローが使ってる筋トレマシーン結構珍しくて、柔軟性を損なわない、その自然な動きができるその筋トレマシーン、要はこう動くんじゃなくてこう動くみたいな、こう動くみたいな、なんかそういう特殊なマシーンらしいよ。アニメの話になるけど、ドラゴンボールのセル編でも筋肉すげすぎたトランクスも、あ、だからそういう話だよね多分ね、あれは。でも俺あのトランクスが一番かっこいいと思うんだけど、あのトランクスワクワクしない？バカーってでかくなってボディービルダーみたいになるさ、あれ好きだよ、あの携帯のトランクス。いや仕方っていうか、俺アスペなんだよビッグさん。あのそういうね、なんかニコ生のノリとか嫌いじゃないんだけど、そういうの俺結構さ、そのあの脳に障害っていうか、あの精神障害だからさ、あのちょっとノリをね他の配信と切り替えてもらえるとありがたいかもしれない。俺がねアスペだから文言が分かんないとコミュニケーション、俺みんなと仲良くしたいから基本的に、なんかツッコミ系はいらないかな。プロテインはコスパを考えるな、グリコのやつがおすすめ。なんかねコスパ、いや支援もらったから結構高いのもいけるんだけど、なるべくそのお金かけないで強くなる、極端な話金かけて強くなるんだったら誰でも金持ちが強くなると思ってるから、そうじゃないじゃん。縄跳びでも強くなれるし金かけなくても強くなれるけど、せっかくいただいたお金だからなんかコストパフォーマンス考えながらね、やっぱいいの買おうと思ってて、若干ブロリーになってる。あ、そう、なんか、あ、これ、いや、これやめとこう。これ、このブロリーの話でちょっとつながる話あったんだけど、やめときます。ごめんね、ビッグさん。別にビッグさんのこと嫌いじゃないかんね、俺。いやー楽しいね、格闘技楽しいよ、最高だよ本当に。和道の筋肉、速筋とチキンの比率どうなんだろう。完全にチキンですね。なんでかっていうと筋トレゆっくりやってたから、要はなんつうの、罰ゲーム的にやってたから、もう完全にもうダメ、全然ダメ。要はここだけ太くなっちゃってんのよ、ここだけで。腕立てできないの一回も、ここら辺に筋肉がないから。要は連動してないのよ、腕立て一回もできないんだよ俺本当に。だからなんつうんだろうな、もっとそのなんつうの、自重トレーニングとかやんないとダメだと思った。 B レジェンドおすすめ、安くて中身もいい。なんかね俺が気になってんのは、あの本当はサバス買おうとしたんですよ、サバスのココア味買おうとしたんだけど、あれダメだって言われて、でなんだっけな、あのアマゾンで見たんだよな、すげえ高タンパクでめちゃめちゃいいやつ、リーズナブルの方とめちゃめちゃ効くっていうのがね、なんつったっけな、もうみんなこれやばい、あれはやばいって言ったやつ、なんだっけな、あの有名なゴールドジムのね、ゴールドジムのなんかプロテインだかなんか栄養剤なんだけど、それはマジでみんなやばいって言ってた。下半身ですね、本当にカズさん俺わかんなかったの、今わかった、10日間やって初めて分かった。ドレさんと出会って初めて分かった。下半身の意味が。本当に、スピードなんだっていう。スピードっていうか、威力も上がるんですよね、スピードがつくと。BCCA だっけ？ BCCA だっけ？そう、ガチッチもいいって言ってたやつ。BCCA だっけ？ゴールドジムの。あれ買ってみようかなとかも思ってるけど、ちょっと高いんだよね。それだったらなんか他のものにお金回した方がいいのかなとも思ったり、なんかいろいろ考えてるよ。20もらっても半分ふわっちに取られるの、あ違います、あの20万198ポイントっていうのは僕の取り分です。要は半分取られた後の金額がそれです。だからリスナーさんは40万ぐらい俺につぎ込んでるってこと。検体っていうのもいいの、
検体、検体、検体っていうプロテインがあるんだ。検体プロテイン、ほう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 、なるほど。全身で打てるよ。あのね、でもね、まだ 5% だね。昨日やっと、あ、これかっていうのは分かったんだけど、体が追いついてこないし、姿勢が悪い。要はね、なんだろう、硬いんだよ、体が。もうほんと見ててダメだと思った。タイムシフト見て、毎日悔しい。良くなってるよ。毎日毎日良くなってるけど、違うんだよ。タイソンみたいなパンチ打ちたいんだよ。ハードパンチじゃないよ。そう、パンパンパンって、パンパンって。あれを見せたいの、試合で。やっべえって、リバーブローでもジャブでもいいの。もう一種類のパンチでもいいの。一個極めたいの。今回のイベントで。自分の体に土産作りたいんだよ。そう、ノンタンには試合の金メダルプレゼントしたいし、俺の体にはジャブとか技をね、一個刻みたいんですよ。コオロギのタンパク質とかあんだ。すごいね。うん。ハッタリじゃないっすよ。俺が言ってんの嘘じゃないよね。うん。見せようか、じゃあ。うん、俺が言ってんの嘘じゃないよね、みんな。20万っていうのは和道の取り分で、実際みんなそれくらい払ってるよね。40万くらい払ってるよね。俺の取り分だよね。体幹トレーニングやってないっす。うん。僕放送ないですよ。僕の試合放送ないです。うん、当日は。ただ、控え室とかの動画は撮って、後日 YouTube に上げようと思ってます。控え室のなんか感じは。それは楽しみにしておいてください。裏話っていうか、楽屋のバカ話みたいな。だ帰ってきて泣くシーンとか見えるけど、負けたよっつって。わーって言ってるかもしれないし。どっちかっすね。うん。それは僕、許可もらったんで、控え室の動画は撮ります。うん。本当だね。のんたんも言ってた。テニスのインパクト、野球のスローイング、何でもそうだけど、要は力じゃないんだね。脱力なんだね。脱力の意味がやっと分かったよ。うん。行った方がいいよ、これ。マジで。絶対来た方がいいよ。超面白いよ。ロードバックやってなかったんですよ、それが。だから、始めようと思ってます。もう徹底的下半身だと思ってる。格闘技習っちゃうと、今後は武器持ってる人と同様に見られるから、もう普通人には戻れない。それはね、プロ取ってからなんですよ、熊からさん。格闘技でプロの試合出た、プロとして登録したとか、あと、黒帯。あと、ボクシングで言ったら、ライセンス取ったら武器として見なされるの、刑法だと。うん。だから、俺らの素人の筋トレなんて、全然、そんな風にならないですよ。まあ、でも、殴らないけどね。そんな、やっぱ人を殴るのは良くないですよ。うん。どの口が言ってんだっていうね。パルパルぶん殴ってたじゃねえかよっていうね。うん。はい、乃木編おはよう。うん。いらっしゃい、乃木編。これからトレーニングだよ。うん。いいか、殴っていい。あと、俺は、なんかやっぱ一番メインイベントは、里見さんの相撲だと思ってる。女相撲結構楽しみなんだよね。俺だけど会場入れないんだよね。うん。試合以外は会場入れないの。ずっと控え室待機なんですよ。だからみんなと顔も合わせらんないしさ。まあ終わったら飯でも食いに行きましょう。みんなで。のんちゃんお茶ちょうだい。そりゃそうだよ。誰かを守るためは全然いいんだよ。不当な暴力に対するものと、誰かを守るためには使っていいんだよ。自分の守るためでもいいんだよ。それは大丈夫っすよ。例えば、相手が武器持ってたとか、明らかに多人数でボコボコにされてるところとか。うん。それそうでしょ。お客で配信しちゃう人、いや、つまみ出されるよ。プロのボディーガードも雇ってるから。多分そんな人いないと思うよ。ベンジョさん本気だから、ガッチガチの、プロ会場みたいに、とんでもない SP、こんなごっつい SP がつまみ出しで、多分ね、訴えられると思いますよ。その瞬間。はい。ガチです。なんでかっていうと、試合、まあ、楽しみにしててください。
まあいろいろあるんで、ただみんなが想定してるよりはるか上のことが起こりますから、うん、楽しみにしといて、すごいことになるから。便所さんの本気具合が本気だから。ゆいがさんもったいねえな、超面白い企画になるのに。はい、また来てね、おなつさん、ありがとう、サンキュうめえ。え、風船3000個もあるんだけど。え、ちょっと待って、やばいなこれ。え、風船3000個マジか。なんかすげえな。すげえな、こう見るとこの機能。今まで風船って俺もうお金になんないお金だと思ってあんまり頭に入れてなかったんだけど、何これ3000って。笑うわ。これ1500円ぐらいになるんでしょ。やば、びっくりしたわ今。うわすげえすげえ、風船もバカにできなくなった本当に。便所さんはポンスケさんでしょ。うん、ボクシングルール。飲み物はね、あの水道水にティーパックが入ってる。うん、いや、楽屋トークめっちゃ面白かったな、昨日の。あれ配信しないなんて嘘だよ、ほんと。あんだけ大手が集まってさ。ねえ。昨日配信あったの？結局。金梅さんとか、ヒカルくんとか、ポンスケさんとか。てか、ポンスケさんいい人だね。ポンスケさん2回目だったんだけど、会ったの。話したらめっちゃいい人だった、ポンスケさん。うん。風船バカにできないな、本当にね。いや、チェルも積もったらすごいけど、やっぱ、あれじゃん、1回の放送で100個もらっても50円とかにしかなんないから、あんまり頭の中でカウントする癖ついてなかったけど、今見たら3000みたいな。あ、辛く言ってたんだ、あの後。俺トレーニングやってたから全然知らなくて。そうそう、俺の中ではもうトレーニングしたくて、サイン、喫茶店かなんかでサインしたらもうすぐ帰るから10分ぐらいで終わるだろうなと思ったらさ、撮影もあるし、なんかみんなの盛り上がっちゃって、そう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 、夜9時ぐらいまでずっと、なんか飲み会みたいになってたんだよね。だけど、もう1回終わったらもう失礼しますって、帰っちゃった。ねえ、ポンスケいい人だね。絡んだことなかったからさ、一回ね、海老蔵さんの企画でご挨拶、セブンさんとポンスケさんには挨拶だけしたことはあったんだけど、すげえいい人だった。うん。なんか、やから系なのかなと思ったら、全然感じ違った。意外に背高いね。そうそう。あの中じゃ2番目に高いんじゃないの？俺が1番チビか？あの中だと。ヒカルくんの方がでかいよね。ねえ、ポンスケいい人だったわ。うん。ポンスケ、そうだね。ドレさんの次にポンスケ。あ、便所さんか。ドレさん、便所太郎、ポンスケ、金映えさん、光る。俺が一番チビだ。あん中では。俺がチビだね、一番。ただ、一番小顔なの俺だから。身長は一番低いけど、顔の大きさは一番小さいから。金映えさん、これくらいあるからね、顔。実際見たら。あれ、写真だから小顔に見えてるけど、どれくらいあるかな？ちょうどこれくらいだね。ちょうどこのバッグの大きさぐらいだった、金梅さんの顔。実際見るとこれくらいだから。うん、チェブラーしか出ない。チェブラーしか、うん。チェブラーしかってなんだろう。うん、金梅さん、本当にこれくらいあるよ。だいたいバッグぐらいの大きさですね。これを縦にした感じ。うん、
そう、ネタで二頭身とか言ってるけど本当は四頭身だから。みんなネタで二頭身って言ってるけどね、リアルなところ言うと四頭身ぐらいです。でも金梅さん金髪似合ってたんだよな、意外とかっこよかったよね。金髪似合うね、生で見て、あ似合うと思って、うん、あれでしょ、あのなんだっけ、新八丁と一緒のところでやったんだよね、あれいいよな、あの金髪。美容師さんがやるといいね、やっぱ。うん、容疑者 X いらっしゃい。練習行くか、じゃあ体鍛えますか。お、一度延長切ろ。見慣れてきた。オナした、俺オナニスタだもん。オナニオナニオナニストオナニスタ、オナニ伯爵ですよ。小学4年生からオナニーを欠かしたことはないです、はい、ファンタジスタみたいなそういうジャンルだね、うん、今度忘れなかった。残り3分、じゃあみんなお疲れい、ありがとうございました。練習配信です、お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。